展覧会の絵、組曲、展覧会の絵、展覧会の絵は、1874年に、ロシアの作曲家モデスト・ムソルグスキーによって、作曲されたピアノ組曲である。後世に、モーリス・ラベルをはじめとした、還元楽への編曲版によっても知られる。展覧会の絵は、ムソルグスキーが、友人であったビクトル・ハルトマン、カルトマンともの遺作展を歩きながら、 そこで見た10枚の絵の印象を音楽に仕立てたものである。ロシアにとどまらずフランス、ローマ、ポーランドなど様々な国の風物が描かれている。また、これらの10枚の絵がただ無秩序に並ぶのではなく、プロムナードという短い前奏曲あるいは、間奏曲が5回繰り返して挿入されるのが特徴的で、このプロムナードは展覧会の巡回者、すなわち、 ムソルグスキー自身の歩く姿を表現している。使い入れるごとに曲奏が変わるので、次の曲の雰囲気と調整等を的確に感じて弾くことが大切であると言われる。プロムナード、古城、卵の殻をつけたヒナのバレエ、ビドロ、鳥の足の上に立つ子やバーバヤガー、キエフのダイモンなど覚えやすいメロディーと、緩急自在の構成、ユーモラスな曲、優雅な曲、おどろおどろしい曲、重々しい曲など、 から、ムソルグスキーの作品の中でも最も知られた作品の一つである。また、古今東西の多くの音楽家により様々な編曲がなされているのも特徴である。などが有名である。また、この音楽を主題にした次のような作品なども知られている。絵の印象を描いた10曲と、プロムナード5曲、自筆筆では第2プロムナード、第3プロムナード、 第4プロムナードは情報を用いずに、臨時記号で書かれている、死せる言葉による死者への呼びかけの16曲からなる。ただし、ラベル版は、第6曲と第7曲の間の、第5プロムナードが削除された15曲で、これに習った版も多い。死せる言葉による死者への呼びかけは、プロムナードの変装であり、6番目の、プロムナードと位置づけることもできる。 なお、ムソルグスキーは各プロムナードと直後の曲、リモージュの史上から、死せる言葉による死者への呼びかけ、バーバヤガーとキエフの大門をアタッカで繋ぐ指示をしている。ムソルグスキーは、音楽史などでは、ロシア5人組と呼ばれる音楽家集団の一人としてよく知られているが、ムソルグスキー一人に限ってみると、後年になるほど、ウラディーミル・スターソフの影響を極めて大きい。 スター・ソフは、ロシアの芸術史研究家であり、評論家であったが、指導者的な面もあり、多くの若い芸術家の自負のような役割を果たした。そして彼のサロンには、音楽、絵画、建築、彫刻家などが集まり、ロシア固有の芸術を探求する空気が、醸成されていた。1870年頃、ムソルグスキーは、ビクトル・ハルトマンという建築家であり、 画家でもある男と出会い、交友を結ぶ。しかし1873年8月4日、ハルトマンは、動脈瘤が原因で急死してしまう。ムソルグスキーの落胆ぶりは大きく、残された手紙などによると、ハルトマンの体の異常に気づきながら、友人としてなすべきことをしていなかったのではないかと、自責の念に駆られている様子がわかる。一方、スターソフは、 ハルトマンの遺作展を開くことにした。ハルトマンの作品を整理することと、ハルトマン未亡人のための資金援助が目的であったと思わる。遺作展は、1874年の2月から3月にかけて、母校であったペテルブルク美術アカデミーにおいて400点の遺作を集めて大々的に開催された。その展覧会から半年後の1874年7月4日、ムソルグスキーは、 展覧会の絵を完成させた。同年6月24日付のスターソフへの手紙には、この曲について、興奮気味に、アイデアが煮えたぎって糸に書く暇がない、今感想、プロムナードとそれ以外に、曲集前半の4曲を書いたなどと書かれており、その前に作曲していた各曲の完成よりまだ10日程度しか経っていないことから、作業の遅いムソルグスキーにしては珍しく2から3週間。 あらずで一挙に作曲されたものと推測されている。この自筆譜は、現在は、レニングラード国立公共、MJ サルティコフシェッシュドリン図書館に保存されている、趣向本部門、MP、ムソルグスキー基礎資料502番、文書番号129。いわゆる自筆譜とか、ファクシミリ版と呼ばれているものである。なお原点版、原曲といった場合、本来は、ムソルグスキーの自筆譜。 または、ファクシミリ版を指すが、ファクシミリ版が1975年まで公開されなかったため、1931年に出版されたモスクワ音楽院教授のパベルラムによる肯定版が今でも原点版として広く受け入れられている。しかしこの展覧会の絵は、ムソルグスキーの生前は一度も演奏されず、出版もされないままであった。そもそも作曲者本人が、 1880年に、フーゴー・リーマンが編纂中であった、音楽辞典への意に応えて書いた原稿の中で、オペラ作曲中の気晴らしに、絵画のような作品集を書いたと、タイトルすら書かないで、述べるほど関心を失っていたようである。そして1881年3月28日、ムソルグスキーは、アルコール依存症と生活苦から衰弱して、この世を去る。 今日よく知られる彼の肖像画は、死の三週間ほど前、スターソフの下でやはり懇意であったイリア・レーピンの筆によるものである。レーピンは、ボルガの船引きで有名なロシアリアリズムの画家。幸いにもリムスキーイコール・コルサコフが、ムソルグスキーの遺向の整理に当たった。そして、展覧会の絵のピアノフが1886年に出版され、ついに日の目を見る。 ただし、リムスキーイコールコルサコフの改定が目立つため、現在は、リムスキーイコールコルサコフ版として、原点版とは、区別されている。改定は、現在では、独創的で斬新とも評価される、ムソルグスキーの原版が、当時の感覚ではあまりに荒削りで、非常識と捉えられる部分もあったためと言われており、時には、リムスキーイコールコルサコフが、 ムソルグスキーの音楽を理解していなかったからだとも言われてる。しかし、ムソルグスキーの様々な作品の楽譜を読み出した意味は大きく、五人組の中でリムスキーイコールコルサコフが最もその音楽の素晴らしさを認識していた少佐と言ってよい。特に明確な原点版との相違点は、ビドロが弱音で始まって次第に音量が大きくなる点、原点版ではフォルティッシモで始まる。 サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレの最後が CDCB となる点、原点版は CDBB。これらは下記のラベル版でも踏襲されている。ムソルグスキーの残した音楽の多くが未完成のものであったが、後に様々な音楽家がこれを保筆もしくは改訂や編曲をして世に出した。リムスキーイコール。 コルサコフ皇帝のピアノフの出版の5年後の1891年、リムスキーイコールコルサコフの弟子であったミハイル・トシュマロフがこの曲の最初のオーケストラ編曲を行った。トシュマロフ版は5番目以外の、プロムナード、コビト、ビドロ、チュイルリーの庭を省略した短縮版であった。トシュマロフ版は通常、トシュマロフ及びリムスキーイコールコルコフ編と表記されているが、 リムスキーイコールコルサコフが編曲にどこまで関与したかは明らかではない。ただし、トゥシュマロフ版は発表の年にリムスキーイコールコルサコフの指揮によって上演されている。1922年、フランスのラベルが指揮者、クーセビツキーの依頼で展覧会の絵を還元楽へと編曲した。この編曲版は、クーセビツキーの率いるオーケストラによって同年10月19日、 初演と10月26日にパリのオペラ座で演奏され、これをきっかけに一挙にムソルグスキーの展覧会の絵は世界的に有名になった。ラベルがこの仕事を引き受けた理由としては、報酬も去ることながら当時フランスの音楽家、サン・イコール、サンツやドビュッシー、ラベルなどにムソルグスキーの和音を多用する様式が評価されず、あったこと、ムソルグスキーのピアノ曲は、 感弦楽曲を作るための修作のような作りであったことなどが挙げられている。ラベルは編曲にあたり、友人のカルボコレッシに譜面の手配を依頼した。その手紙、1922年2月3日付には、ムソルグスキーの実筆譜の入手を期待している。何とかして入手する方法はないだろうか。または、入手可能な人物を知らないかと書き、ラベルが、 当時の出版符には、リムスキーイコールコルサコフの改編があることを知っており、自身は、ムソルグスキーのオリジナルから編曲をする意図であった、ことが分かっているが、カルボコレッシは、自筆譜を入手できなかったようで、最終的にはすでに出版されていた、リムスキーイコールコルコフ版に基づき、1922年の3月から、まず、キエフの大門に着手して5月1日に完成。 続けて残りを初秋頃までかけて編曲を行った。その編曲は特に冒頭のトランペットのファンファーレ的なプロムナードに象徴されるようにラベルの異名であるオーケストラの魔術師通りの華麗で色彩的なもので原曲のロシア的な要素を重視するよりもオーケストラ作品としての華やかな色彩を与えることをきっとし、そして成功している。ラベルの編曲は そやなおもむきの展覧会の絵に新しい生命を与える子に成功したと言ってよい。なお楽譜は1929年にロシア音楽出版から出版され、現在は同社の業務を引き継いだブ v g h ホークスなどで刊行されている。ラベル版が世界的な人気を得たが、同版の演奏権はクーセビツキーが5年間独占する契約だったことや著作権の問題で、 他の音楽家によるオーケストラ編曲も多数試みられた。その中で特に有名なものは指揮者ストコフスキーによる編曲版である。冒頭のプロムナードの旋律が第一バイオリンのみのユニゾンで演奏される。ラベル版のフランス風に洗練された編曲に対し、原曲のロシア的な響きを生かすという意図のもとに編曲されている。 ゲンナジーロジェストベンスキーが録音するなど、本場ロシア、ソビエトでも受け入れられていた。ラベル編曲のオーケストラ版の人気に伴う原曲、ピアノ曲の方も、少しずつ演奏されるようになってきた。しかし難曲であったため、これを弾けるのは、ビルトヨーゾの照明のようなこ記になりかけていたし、むしろ還元楽版が原曲であるかのような扱いでも、あった。また1931年に、 ラムの工程版が出版されてからも演奏されることはあってもリムスキーイコールコルサコフ版だった。そうした中、ロシアのピアニスト、リヒテルのレコードが新しい扉を開く。1958年のことである。当時はアメリカとソ連、現在のロシアの対立が激化し、東西冷戦の真っ最中である。ロシアのピアニストたちは高い評価を得ていたが、 そのレコードや演奏が西側諸国で聴ける機会はなかなかく、リヒテルも幻のピアニストと言われていた。そのリヒテルのソフィア、ブルガリアの首都でのコンサート録音がレコードとして発売された。曲名の中に展覧会の絵があった。西側諸国ではまだほとんど聴くことができなかった原点版に忠実な演奏であった。リヒテルの凄まじいばかりの演奏技術も衝撃的で、 これが原点版がメジャーになるきっかけと言って良い。現在、入手可能な CD やレコードを整理すると、この1958年を境にして、展覧会の絵のピアノ曲の録音が、リムスキーイコールコルサコフ版から原点版へとがらりと、切り替わるのがよくわかる。原点版は、ラベル編曲版とは違いロシア州が強く、強烈な個性がある。無論、 演奏するには難曲であることに変わりはないが、ラベル版のピアノ編曲のようになりがちであった。ピアノ原曲が、ラベル版にはない魅力を持ったものになった。そして、ラベル版に負けず、劣らぬ人気の曲になった。なお、リヒテル当人は、ラベル編に関しては、私は、あの編曲は嫌いだ、ムソルグスキーの音楽を理解していないと評しており、大変に批判的であった。一方、 ムソルグスキー自身は一流のピアニストではなかったため、原曲ではラベル編曲の還元楽版のような色彩感に乏しいことは否めない。1940年代に入る頃、ロシア出身で当時アメリカに亡命していたウラディミール・ホロビッツが独自の編曲を手掛け、1947年からコンサートでしばしば演奏するようになった。 1947年のスタジオ録音と1951年のライブ録音がレコードとして発売され大きな話題になった。これらの録音は編曲とはいえピアノ版の展覧会の絵の録音としては最も古い部類に属する。原点を重視する向きには敬遠されることがあるものの、ムソルグスキーによるピアノ原曲を世界に知らしめる上でホロビッツの演奏が果たした役割は 極めて大きい。同時に、ホロビッツが、この編曲の楽譜を公開しなかったことと、彼自身の録音が声がたい、決定版と評価され続けたことが、上記のリヒテルによるレコードまで他のピアニストが、ピアノ版に取り組むことを避けた、最も大きな要因とも言える。もちろん原曲より、技巧的には難しくなっている箇所が多いが、その後、幾人かが録音された演奏からの楽譜起こしを、 試みた結果、長官上の難易度に比べ非常に効率的な編曲がなされていることがわかおり、ホロビッツがいかにピアノ技法を熟知していたかを伺い知ることができる。ホロビッツ自身、この編曲は超絶演奏技巧を披露するためではなく、ムソルグスキーの原曲の持つロシア的な性格を一層引き出しつつ、ピアノの持つ可能性を最大限に課すことを目的とした編であると。 述べている。1971年、イギリスのプログレッシブロックバンド、エマーソン・レイク・パーマー、略称、エルプが、展覧会の絵のライブレコードを出す。ロックグループが、クラシックの曲を、シンセサイザーや、ハモンド・オルガンでアレンジして演奏したことは当時は、センセーショナルであった。ただし、エマーソン・レイク・パーマー版は、展覧会の絵の中の一部の抜粋であり、 バンドによるオリジナル曲を挿入した形式であった。このエルプ一行、一挙に様々なアレンジが出てくる。富田伊のシンセサイザー版、1974年、山下和人のソロギター版、1981年、などは世界的にも大きな影響を与えた。この他、オルガン版や吹奏楽版、 マンドリン版などの人気も高く、現在も様々な録音が次々と出ている。また、プログレッシブロックの影響を受けた、ドイツのヘビメタルバンドである、コンデルタは、エマーソン・レイクパーマー版を元にした曲、および、オーケストラとの共演版を発表している。また、ハルトマンの絵についても、1991年に、日本の NHK が、ダン・イクマの振興で、スペシャル番組、 革命に消えた絵画、追跡、ムソルグスキー、展覧会の絵を放送した。ハルトマンの絵のうち、展覧会の絵のモチーフとなったとされる10枚の絵を、すべて明らかにする、という、展覧会の絵の謎解きの核心に迫った、番組であった。こちらについては、絵柄と学装の乖離や、学問的な手続きが不十分であるという批判もあり、曲と絵との関連性が、 すべて明らかになったとは言えないが、それまで曲に比べて、ハルトマンの絵の研究は、ほとんどされていなかったので先駆的な仕事であったと言ってよい。また、ビドロという言葉の意味、ポーランド語のビドロには、銀ャの他に、牛のように虐げられた人の意味がある。カルトマンがポーランドで描いたスケッチのタイトルは、ポーランドの判断や音楽的な印象などから絵を推理していく、面白さは、 画期的であった。2015年、ドイツのプログレッシブロックバンドが、ビルダー・アイナー・オステレオンのタイトルで、展覧会の絵の前編をロック化した作品を発表している。最も有名な編曲は、ラベルのオーケストレーションによるものであり、オーケストラの演奏会で取り上げられる演目の、ほとんどは、このバンバが、他にも多くのバンが存在する。ラベル以降に作られた、還元楽版は、 ラベル版、または、ラベル以前に作られた、リムスキーイコールコルサコフ版を参考にしているものが多く、その影響は極めて大きい。日本の富田遺産は、シンセサイザーによる、編曲、録音を行った。彼の二つの編曲版のうち、還元楽版は、手塚治虫の実験アニメーションのために書き下ろした作品である。これは手塚が、ラベル版を用いようとしたところ、 ムソルグスキーの著作権は消滅していたもののラベルの著作権が生きていることが判明し、1998年までデュラン社から膨大な使用量を要求され、予算を超えてしまったためやむなく取り下げ、代わりに富田に依頼したという経緯がある。富田はわずか一週間でこの編曲を仕上げたという、現在 DVD などで見られる実験アニメーションの展覧会の絵は完成当時のものではなく、 宗教対立のエピソードがカットされたなどにより曲の一部が編曲当時のものとは異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。